しょうがないな。こんにちは。釣れましたか？いや、釣れないね。釣れた？いや、さっき来たばっかだから。フラッシュジェイ、タックルベリーで買ってきたというか。はぁ、あ、ジョイクロ70ってか。ジョイクロ 70？ うん。結構釣りするの？お兄ちゃんバスやめちゃう。ありがとうございます。めっちゃ欲しかったやつ。それいや、ここら辺じゃねえ、ちょっと大きすぎて、うん、あんまし反応良くないのかな。でも普通にいいルアだよね、うん。本当ありがとうございます。いえいえ。あれペンチどこ？いやいやいや、あれだよね、やっぱそうなんだよ。あ、そうですそうです。あ、そうです。あなたの動画見てパパ、それ今釣れてたよな。あ、釣れました。釣れた釣れた。あ、そうですか。1号から2月ぐらい。あ、はいはい。あ、そうなの。動画で見るよりでかいんだね。あ、今週初めての釣りなんです。います。気持ちいい、最高だね。キャストフィーリング。久しぶりにネコリグでやってみます。ネイル進化 1.8 なんで結構重いかなっていう感じがしますね。正直1.3 とかでもいいかなと思うんですけど、ただこのフィールド結構ディープなポイント駆け上がりになるんで、その深場を丁寧に探るということを考慮すると 1.8 とかでも全然いいんだろうなっていうふうには最近思う。あ、でもこっちの方が意外と効率よくディープエリアトン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 って攻めていけるかも。ちょっと乱眼してたら結構良さげなポイント見つけたんで、ちょっとやってみたいと思います。ワーメでもいいかなと思ったんだけど、手前になんかテトラがあるんで、かかった後にラインブレイクとか起きちゃうかなと想定してベイトタックルで。ついてこないね。いたら食うもん、これ経験則的に。そして私はこういうこのチャラセのポイントで釣れるスモールマウスバスは好きですね。楽しいですね。バイトが見えるんで。今年一回スピナベでこんな感じで、もう後ろからあからさまに追ってきてガーンってね食ってきたことがあったんですけど、ちょっとダメですね。
可能性を感じてるんでやるぞ。もしかしたら一匹も来ないかもしれない。でもやります。完全初場所。 YouTube で見るようにスパーンって出ればいいんだけど来ないんですよ。こんな簡単に来ないんです、我々の地域。ちょっとトップ一本で乱眼しよう。こう飛ぶね。いい感じでラインをリリースできると飛距離は伸びますね。ポイント変えます。ほんとね、魚釣れないんでワームでやっていこうと思うんですが、ちょっとこのセクシーインパクト、これ使ってみようかなと。一体何年ぶりに出すんだろうってぐらいエビフレーバーがなんともいいんですけどね、ケイテックさんの。これでネコリグでやってみようかなというふうにちょっと考えてます。こうスプリットショットやダウンショットだとコツ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 っていう結構機械的な感じの動きになると思うんですよ。カン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 みたいな。でもネコリグだったら割とスースーって川の流れに沿って流せるじゃないのかなというふうに思ってですね、うん、それでちょっとやってみるかなと。多分 0.9 ちょうどいいかもしれない。うん、はい、行きましょう。正直釣れるかどうかなんて全く分かんないし、むしろ期待はしてないです。初場所なんでいるのかなって感じですね。でもポイントとしては結構良さげなんだよね。バスいる。多分ラージですね。よっしゃよっしゃ、やっぱりなんかいると思ったらやっぱり食った、いたよ。よっしゃ、これは嬉しい。ほぼサイトっすよ。まあ、ちっちゃいけど。いや、どうしようかな。結構高くて危ないな。うわー、今のは決まった。徐々に強く。うわー、でかい雲がいる。よっしゃー、よっしゃー、やっぱし釣れたわ。セクシーインパクトのネコリグで目の前でなんか結構ね、3、40ぐらいの鯉がいたんですよ実は。でも明らかになんか尾っぽあたりが丸くて鯉とは違うなと。で、まあ鯉もね横にいたんですけど、ラインがスーって走ったんで、あ、やっぱりこれ食ってんじゃねと思って、少し送ってから合わせを入れたら気持ち一本釣れましたね。すごく個体として綺麗なんで、これはあれかも、相当フレッシュなバスかもしれない。もう30ピッタぐらいですかね。28、9か30ないかもしれない。うん、でも
やっぱ引きますね。状態すごく良くて気持ち一本です。